IT, It は1990年にアメリカ ABC で放送された2部作のサイコロジカルホラードラマシリーズ。1986年に出版されたスティーブン・キングの小説 IT をもとにトミー・リー・ウォーレスが監督した。2部構成で3000万人の視聴者を獲得し、1990年の ABC の最大の成功作となったエミー賞2部門。 エディショー1部門、ユース・イン・フィルム賞1部門、ピープルズ・チョイス・アワードの最優秀、ミニシリーズ賞にノミネートされ、エディショー2部門を受賞した。人間の弱さにつけ込む不気味なピエロ、ペニー・ワイズに翻弄される人々を描く。物語前半は、幼少時代、後半は大人になった、現代のパートに分かれている。ペニー・ワイズは、 特定の人物にしか姿を見せず、引き起こされる能力も同じように一般の人間には見えない。ペニー・ワイズはトロールが出てくるおとぎ話、三匹のヤギのガラガラドンをヒントに作られた。実在する連続殺人鬼で、パーティでピエロを務めていた、ジョン・ゲイシーの影響も指摘されている。また、この作品の公開後、ピエロの存在を怖がる人々が少なからず、 現れるようになったという。1990年版イットが2021年に 4D ブルーレイに NHK 版の吹き替え英語吹き替えで発売予定。1990年の一度目の映像化から27年後の2017年に再映像化として劇場版が公開されたが、これは劇中でペニー・ワイズが27年ごとに現れる設定にのっとったものである。 1990年のメイン州デリーで子供だけを狙った連続殺人事件が発生する。デリーに住んでいたマイクは事件現場近くでそこにあるはずもない男の子の古い写真を発見し、子供時代に IT と呼んでいた奇怪なピエロ、ペニー・ワイズの仕業であると確信する。マイクはかつての仲間との約束を思い出し、27年ぶりに再会することになる。 ありがとうございます。